はい、皆さんこんばんは、そろそろキャスで通知の来ている方々もたくさんおられると思います。今日はなんや中佐がデコピンを食らうハプニングの放送があったみたいで非常に盛り上がったようでございますね。はい、今日は6月の25日日曜日ということで、休日、まあ今日で終わりだなと思っている人たちもたくさんいると思います。まあそんな、はい、夜に今日またズケズケと、私と今日はゲストの、元航空自衛官の大山さんをお招きしまして、まあ、沖縄の、教育問題、そして保育とかそういったいわゆる、子どもたちの未来についてズケズケと今日は言ってみたいと思います。まあ、前回大山さんは、チャンネルさくらの方に出演していただいたんですけど、まあ、まだ慣れてないっていうかすごい硬いイメージでですね、はい、すごいなんか緊張してたみたいなんですけど実際どうなんですかね。緊張ですね緊張だそうです、緊張でございます。あ、ハロードさんどうも、ニラちゃんありがとうございます。今日もでもスタートして、あ、ボギー少佐どうもこんばんは。あ、こんばんは。さて、まあ話移る前に今日も、我が、頼もしきネットアシスタントの皆さんご紹介します。実はあの大山さん、こうしてですね、はい、毎晩あの100名から200名の方々が来てくれて番組盛り上げたり、あといろんなご意見とか提案とかいただけるんですよ。まあ、これが非常に面白い、はい、あのもので、それも生でできますので、わかりました。まさに双方向の情報交換ができるということで、すごい私このツイキャス大好きなんですよね。まあ、私にとっては結構厳しい質問があったときはできればお答えしたいところもありますので、まあそうですよね、はいはい。まあ、当然ながらまた皆さんの、コメントも見ながらまたね、はい、あの大山さんにいろんな質問とかしてもらえると嬉しいなと思います。はい、さて、今日のネットアシスタント、まず、最初は、猫パパさんこんばんわんこ、森蔵さん、最高豚さんこんばんわんこ、はい、ボギー少佐、ニラちゃんありがとうございます。ミノルさん、リスコさんどうもこんばんわんこでございます。はい、ブラックストーンさんにミノルさんに大鉄さんどうもこんばんわんこ、ニラありがとうございます。南大阪の端子さんこんばんわんこ、いやいや遅れてないです、大丈夫ですよ。それと、はい、もう常連中の常連24732さんこんばんわんこ、はい、ありがとうございます。藤田モンドさん今日もありがとうございます。はい、シンマンさんに、それから榎本さんにコシさんクラッカーいただきました。大見サニーさんも、はい、クラッカーいただいております。タイガーマスクさん、ニラありがとうございます。ニラですからね、はい、コインじゃないです、ニラでございます。それと、はい、ミノルさんからニラ茶、タイガーマスクさんからニラ茶いただいております。はい、あと沖縄の塩さんもお見えですね。ディスコさんこんばんわんこでございます。はい、そしてリルリルフェアリルのユキトさん、はい、であと、あ、またニラいただきました。大山さんよろしくということで、カルゴさんですね、お願いします。はい、シラスワカメさんからニラの香りたっぷりのニラ茶いただいております。それと、沖縄左翼愛好会の小笠原所長どうもありがとうございます。はい、白洲若梅さんのニラ茶かなり濃いですねそれとベルさんからもニラいただいております。ニラですからね、はい。そして決して献金とかギャラとか交通費ではございません、ニラでございます。はい、はい、で鬼丸さんからもお茶、榎本さんからはニラということで、今日も、あ、山森さんもお見えですね、どうもこんばんは。こんばんは。はい、ゆきとさんとジェシーさんから連発でニラいただいております。それと江戸春夫さん、はい、それからコーデさんですね、はい、ニラ茶いただいております、嬉しいですね。月さんにライジングさんさんいらっしゃいます。ペンペンさんこんばんは。こ、六人式、ゆうこと機関銃さんからニラ茶、塩沢さん、ミサチニアさんから、これはニラ、はい、ニラです。それと奈々さん、特納ニラ茶ということでいただきました、ありがとうございます。榎本さん、いつもご支援本当に助かっております。あの今日もニラを美味しくいただきたいと思います。それから、はい、サブタさんもお見えですかね、はい、あ、猫田さんですね、あ、大丈夫ですよ、はい、猫田さんもお見えになります。いや本当に今日も、あ、国会軍法省さんからもニラ茶、はい、それから猫吉さんからもニラ茶いただいております、ありがとうございます。それと、今日もニラ連発でございます。24732さん、ユーチンさん、 KSL ライフさん、白い
髪を睨んで挟んで匂いが映るじゃないですか、思いっきり。はい、ベンちゃんもニラいただきました。ニラ茶いただいております、ありがとうございます。はい、今日はもうこういった感じでまたちょっとガンガンやらせていただきます。まあ、今日はですね、まあ、大山さん、はい、いろいろ思うところがありまして、ぜひその思いの丈を、まあ、しゃべっていただきたいなというふうに、私は考えて今日お招きをしております。まあ、将来、はい、まあ、彼がビッグになった時に、まあ、ここでこうして、藤田モンドさん、ブラックストーンさん、どうもニラありがとうございます。皆さんとやっぱりやり取りしたことをやっぱり糧にしてですね、いろいろ、はい、役に立てていく、ね、糧としていくんじゃないかっていうことで私やっぱり考えてるわけなんですよ。まあ、偉くなって鼻が高くなってですね、車の中で、まあ、秘書をぶん殴る、あ、キースアキさんどうも、ありがとうございます、ニラいただきます。偉くなってね、秘書をぶん殴るような人間になっちゃうと困るわけなんですよね。で、また政治家っていうのはやっぱり有権者との意思の疎通をきちんとやっとかないといけないというのを思ってるんですよ。私はそう思います。まあ、自分がね、偉くなったからといって鼻高々になって、まあ、相手を貶めたり、恥ずかしめたりっていうのは言語道断であって、やはり、仲間として、そして同じ人としてですね、やっぱり尊重しないといけないなというふうに思ってます。でもこのキャスっていうのは、大山さん、こうして、はい、近くにいる友人も遠くにいる友人も、はい、なんと海外にいる友人とも会話をしながら話を進めていけるっていう非常に素晴らしいツール で、 そうですね。例えば大山さんが、僕はこう思ってるけど皆さんどうですかっていうと、うん、返事やっぱり返ってくるんですよ。素晴らしい、はい、素晴らしい。これは私今1年以上毎日継続しています。継続は力なり、はい、力なりで。ですから結構見に来る方が最初15名ぐらいからスタートして、はい、多い時には240名ぐらい、うん、今日は今160名、まあ、日曜日の夜ですからちょっと今日は少ないんですけど、それでも160名の方が今見てくれて、うん、そしてその横にある数字が、延べの人数261名の方がここを見に来ていただいたということであって、非常にいい感じでございます。しかし今日も大山さん、ここにブルーリボンバッジ3000と、はい、見えますかね、皆さん、輝いておりますね、ブルーリボンバッジ、はい、はい、あ、丸々さん、どうもニラありがとうございます。実はこのブルーリボンバッジ、はい、結構知らない人多いですよね。そうなんですよね、うん、沖縄で、まあ、ここにいる方は多分ご存知の方が多いと思うんですけども、うん、僕航空自衛隊出身なので、やっぱこう、これちょっと分かりにくいかもしれないですけど、青色のスーツを基本的に着て活動してるんですけど、うん、まあ、ネクタイも青なんですけど、はいはいはい、その中でこのブルーリボンバッジを見た人に、この青だからつけてるんですかっていうような質問をやっぱり聞いて、まあ、でもこれすごいいい機会なので、うん、いや、これは拉致被害者の関係の、バッジなんですよという、まあ、説明ができてちょうど、まあ、いいというか、まあ、普及ができることなので、うん、まあ、いいかなというふうには思ってます。まあ、ちょっと前向きに捉えて、私がその広報するとかですね、うん、やることで、まあ、沖縄の人にもこのブルーリボンバッジの拉致被害者のことを、まあ、知ってもらいたいなというふうに思います。はい、ありがとうございます。はい、実は私、おととしですね、与那国島の方にちょっと取材で行ったんですよ。でその時に与那国島の元、はい、消防団長という方と話をする機会があってですね、はい、今から約20年ちょっと前に、なんと与那国島で拉致被害未遂があったんですよ。この消防団長の、はい、姪っ子の女の子が大声を出していた、うん、誰か助けて助けてっていうことで、その声を聞いた団長さん、慌ててその声の方向に走っていくと、なんと見たことのない男がですね、はい、この姪っ子の手を引っ張って、はい、海の方に引きずっていくところに遭遇したんですよね。でそれを見てこの消防団長、はい、サリンド、クルサリンドとは言ってはいないんですよ。ああ、はい、ああいう言葉はちょっと使ってないと思いますけど、
サリンド、クルサリンドではございません。この言葉は誰かの専売特許でございまして、はい、何してんだてめえということでものすごい形相でね、あの追いかけていったら、この男はその姪っ子の手を離して慌てて海岸の方に走っていったと、はい、当然見逃すはずはない、はい、見逃すはずはなくてそのまま追いかけていくと、この男はなんとザブンと海に飛び込んだんですよ、うん、はい、普通じゃよく考えられないシチュエーションですよね。そうですね。でザブンと飛び込んでその海を見ると、なんと港の中に、はい、見たことのない漁船が停泊をしていたと、うんうん、で見るからにこの日本の船ではなかったんですよね。で当時あの与那国島には、まあ、港湾ぐらいしかありませんし、あの当然ながら自衛隊が駐屯していることもございません、はい、結局はもうそのまんまあの見逃してしまったということになるんですけど、まあ、その時私取材っていうのはこの自衛隊を与那国島にあの誘致するかどうかっていう住民投票を、まあ、取材しに行ったんですけど、まあ、あの時に実はね、あの大山さん感じたのは、反対してる人たちっていうのは、はい、どっちかといえば県外からこの与那国島に住み着いた人たちが非常に多かったんですね。なんで与那国島に住み着くんですかね。そうですね、ちょっとこれ非常に怪しい。で地元の人たちは、はい、この自衛隊誘致すごい大歓迎、あの町長も含めてですね、うん、いや自衛隊が来てくれたら町はもっと活性化するし安全だと、うん、でこの島は今警察官2人の2丁 の拳銃で守られてるに過ぎないと、これではね島民は安心してやっぱり暮らせないし、晴れた日には台湾が見えるようなそんなところなのに、あの守る力がないっていうのはこれ怖いことだっていうことで、まあ、地元の方々は非常にあのこの思いを強くしていました。ところが県外から来た人たちが、はいはい、県外から住み着いたいわゆる、まあ、沖縄の言葉でいうと気流民っていうんですけど、はい、そういった人たちが徒党を組んでですね、はい、反対運動を起こしたんですよ。でこの人たちといわゆる革新政党、いわゆる共産党とか社民党とかそういった人たちが結託をして、あのいわゆる誘致を、まあ、妨害するような行動に出た。そして彼らはなんと議会でですね、自分たちの議員を使ってこの住民投票に中学生まで参加させたんですよ。皆さん中学生まで住民投票に参加させた、これは理由があります。中学生っていうのは学校の先生の言うことを聞いてるから反対に絶対回るだろうという目論みだったんです。ところが大誤算でしたね。島の中学生インターネットやってるもんですから、この自衛隊のやっぱ役割とかこの島がいかにやっぱり危ないのかっていうのを十分理解をしていた。蓋を開けると結構な大差で、まあ、自衛隊誘致派が勝利を収めたんですよね。で結果的にはどうなってるかと言いますと、まあ、自衛隊の与那国の駐屯地ができまして、はい、まあ、レーダーサイトも完備されました。つまり外からそういった不審船が入ってくることがもう事実上不可能に今なってるんですよね。ですからよく反対派の人たちは軍隊は人を守らない、軍隊があるから攻撃されるんだって言うんですけど、私がああいった人たちにじゃあ誰が攻撃するんですかって質問すると一言も答えきれない。面白いじゃないですか、はい、彼らは何を見てるんでしょうか。はい、はい、いやでもね、島の人たちからすると自衛隊イコール安心安全なんですよ。そうですね、はい、あのちょっと違うんですけど切り口は、はい、あの与那国になんと自衛隊が行きまして、はい、児童の生徒が増えて、そう増えてます。合同学級がやっと1年生から6年生まで学年ごとに変わったとかさ。そうです、はい、意外とこの、まあ、地元にこう密着と、あといいのか悪いのか地元の人が居酒屋が予約しないと入れなくなったとか、まあ、そういうような噂をちょっとちらほらと。そうですね、はい、地元の人がポツリポツリいた居酒屋が結構今繁盛してるということで、すごい地元の経済もやっぱり活気づいてるんですよね。そうですね、はい、
まあ、それよりも何と言ってもやっぱり安心、そうですね、気持ちが落ち着くとですね、はい、やっぱ島をもっと好きになったりとか、はい、またこの島にあの観光客とかね、はい、あの釣りの、ね、行く方も安心してやっぱ行けるようになるんですけど、はい、まあでも本当にねこういったあの特にこの南西諸島っていうのは日本の国防にとってはまさに重要なところですよね。そうですね、はい、特に与那国島っていうともう国境の島、はい、晴れた日に本当に台湾が見えるっていうんですよね。そうですね、船で確か1時間半ぐらいとかいうだったから1時間10分、うん、それぐらいのもう短い距離で、はい、そうですよね。私は台湾大好きですけど、台湾、私も台湾大好きです。台湾私何度も行ってますよ、はい、あんな面白いとこないですよ、はい、何が好き？ご飯が美味しい、はい、あのビーフジャーキーも美味しいです。美味しいです、はい、であと紙に漢字を書いて見せると通じるところも非常に嬉しい、はい、お年寄りで日本語使いますよ、はいはい、あと私向こうの言葉喋れなくて困ってたら、はい、日本語でタクシー乗ろうとして向こうの人が乗れなかったら、うん、どこに行くんですかって教えてもらって、はい、ここのホテルに行きたいんですけどって言ったら、うん、向こうのバババって通訳してもらって、もう大丈夫ですって言ってタクシー乗ったら本当そのホテルの前って言って、親切ですよね、優しい。で私の友人もそういうふうにちょっとあの迷ってですね、道教えてもらって、はい、あのお礼にとお金を渡そうとしたら取らなかったってことですよ。優しい、すごいですよ、はい、台湾の方々、はい、で私経験がありますから、あの名護の桜の、はい、桜祭りの現場で、あの大阪から来たようなおばちゃん、はい、すごいもう元気なおばちゃんたちが、はい、あの桜の木の下で写真を撮ろうとしてたんですけど、はい、列に割り込んだんですよね、はい、みんな綺麗に並んでて、このおばちゃんたちが車止めて写真撮るわよっていう感じで入ってきたんですよ、はい、すると次に写真を撮ろうとしたカップルの、ね、はい、若いカップルは何も言えなくてオロオロしてると、そこにあのある男性が入って、はい、あの何かまくし立ててるんですよ、どきなさいっていうことで、デブにメグでこうしてやって、はい、おばちゃんたちブツブツ言ってどいたんですよね、うん、するとカップルはお礼言ってたんですけど、自分があのチャイニーズは台湾って聞いたら台湾って言うんですよ。素晴らしいですね。素晴らしいです。ああいうなんて言うんですか、昔の日本精神が残ってるところですから、はい、まさに台湾は日本の兄弟ですよ。そうです ね、はい、あの野球の試合とかですね、まだ思い出すと涙が出てきそうな、あの感動する。そうですよね、義援金も大に受けてますし、うん、そうですよね。まあ、それが本当になかなか日本で報道されないし、私なんかあの李登輝元総統と、はい、はい、もういろいろお話もさせていただいて、お前早く台湾に来いって言われてるんですけど、はい、なかなか、はい、あの行くあの機会がなくて伸び伸びになってるんですけどね。じゃあ今度一緒に行きますか。いや、うちの娘が会いに行った時に、はい、あの李登輝元総統に会いに行ったんですよ、うちの娘が、はい、大学のゼミでですね、はい、するとうちの娘に、君はなぜお父さんを連れてこなかったって怒られたって言うんです。もうそう言われたらすいません、すいませんっていうことで、あのうちの娘には持たせてたのがヌチマース、はい、命の塩と書いてヌチマースっていう、これを持たせて、あのぜひお父さん車で長生きされてくださいっていうことでお渡しをしたっていうことで、だからいつか必ず行きます。そうですね、はい、何が何でも行きたいと思います、はい、いろいろまた奮闘受けになるんですけどね、はい、まあ、さてこのように、まあ、沖縄ではもう自衛隊配備に本当に脊髄反射っていうんですか、あのゾウリムシみたいに、ゾウリムシに光を当てると集まってきますけど、自衛隊っていうとすぐ反対のプラカードを持って集まる人たちがやっぱりいるんですよ。あれってね、ちょっと私どうかなと思うんですけど、今からそうですね、あのちょうどあの東日本大震災の直前に、はいはい、あの石垣島に海上イージス艦が入ったんですよ、はい、でその時にあの休息のために上陸、カッターで上陸してくるこの海上自衛隊の隊員の方々に、この港に集まっていた老祖とか、はい、教職員の方々が何て言葉をかけたかっていうと、自衛隊の方々に極つぶし、
税金で遊ぶな、お前たち休暇取りすぎだぞ、キャハハって笑ったんですよ。いやーもうあれは本当に許せない侮辱ですね。まあ、それから約1ヶ月後に東日本大震災が起きて、当時入港してたのはアタゴでしたかね、震災の救援のために向かって多くの人たちの命を救ってますけどね、はい。まあ、とっても残念な人たちが多いです。まあ、でもこういった人たちがやっぱり教育をすると子どもたちもやっぱおかしくなるということで、で大山さん、この教育っていうのについてどうお考えですか？私は教育は国家100年の計だと思ってますけど、本当その通りで、はい、やっぱり教育をちゃんとしないと、特にですね、教育、大人になるとですね、いろんな情報を、うん、まあ、なんですかね、さっき言った自衛隊賛成なのか、うん、反対なのか、僕は反対の意見はあってもいいと思うんですよ、うんうん、そういう趣旨がある。ただこう、その、討議をするとか話し合えば、僕はみんなは自衛隊が好きっていうか、まあ、自衛隊の必要性っていうのを知ってもらえると思いますので、うん、まあ、それは大事なんですけども、ただ大人じゃない子供、つまり教育の現場で、なんていうんですかね、まあ、洗脳、無垢な子供たちにダメだ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 っていうのは、それは正しい教育なのか、ただ自衛隊がいいことですよ悪いことですよっていうのを両方、まあ、悪いことっていうかですね、まあ、その主張を持ってる方がいたら話をして、うん、それで、なんですかね、子供たちを判断させるんだったらいいんですけども、まあ、洗脳というか、まあ、不適切な教育があるとやっぱり日本は間違った方向にどん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 行ってしまって、いずれは、まあ、持たないということになるんじゃないかなという懸念はありますね。まさにその通りですね。まあ、実は私今ある相談を受けています。ある、これ中学校の、はい、まあ、保護者から連絡を受けたんですけど、はい、進路相談でですね、はい、この子供がですね、はい、中学校じゃ高校だ、高校生のお母さんが相談を受けてるんですけど、自衛隊に行きたいと、はい、私は自衛隊に行きたいと。ありがとうございます。はい、帯を代表して素晴らしい感謝申し上げます。まあ、教育をされている家庭だと思うんですけど、はい、するとこの学校の進路指導の先生が、はい、自衛隊はね、憲法違反なのよ、人殺しのね、組織なのよ、あんた本当にそこに行くの、よく考えた方がいいよと、はい、こんなこと学校で言ったって言うんですよ。信じられますか？いや、実は私もこれ経験があるんです、はい、PTA 会長時代に、はい、ある女子生徒が自衛隊に行きたいと、うん、お、素晴らしい、自衛隊に行きたいと、素晴らしい。でこの、子はお父さんが、まあ、陸自の幹部だったんですけど、はい、もう常日頃からお父さんの背中を見て育って、うん、私も絶対自衛隊に行きたいというふうに思って、はい、進路指導の時にこの学校の進路指導の担当にですね、ナイナイさんは進路決まった？って、はい決まりました、何どこの大学なの？って言ったら、私自衛隊を目指しますって言った途端に学校の先生の顔色がガラッと変わって、何と言ったか、あ、そう、それ本気なの？本気です、変わらないね、変わりません、だったらもう私が教えることは何もないから、あとは無知分でやってというふうに進路指導を放棄されたんです。いや、大山さん、これ実話です。いや、実話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 、はい、僕のですね、はい、まあ、大先輩なんですけど、まあ、はい、沖縄復帰前ぐらいに防衛に行かれた方がいて、その人の話聞くと、うん、お前は人殺しの勉強をしに行くのかというようなことを言われたというふうに私も伺っています。はあ、すごいですね。はい、まあ、沖縄の南部のある小学校では、お父さんが自衛隊の子供を、ね、立たせてから、何々君のお父さんは自衛隊ですってわざわざみんなの前で怒った口調で紹介したっていう事例もあるんですよ。まあ、本当に、ね、この女子生徒だったんですけど、まあ、家に帰ってきて泣いてですね、
お母さんがどうしてあなた泣いてるのって言ったら、もうずっと信頼してた先生が自衛隊に行くって言った途端もう本当に氷のようになって、あなたのことはもう知りませんって放り出されたんですよ、ね、高校3年生って言ったらまだ子供ですよ、ね、頼りにした先生に放り出されたらどんなに心細かったか。で結局進路指導は全くやってもらえないまま、まあ、このお母さんの方があちらこちら手配して、ちょうどあの自衛隊がですね、この自衛隊を目指す子どもたちのために無料で塾を開いてたんですよ。やはり沖縄の子どもたちっていうのは試験を受けるときにまだまだちょっと足りない部分があるっていうことで、そういったところをやっぱ伸ばすための塾をあの地方連絡部の方でやってた。それにまあどうにかこうにか入ることができて、まあ、そこで一生懸命勉強してですね、なんと政府専用機の、はい、クルーとして、はい、立派にあの合格しましたよ。あれ空自ですよ、ね、そうですね、はい、航空自衛官ですよ、はい、本当に素晴らしい、ね、こういったことがやっぱり現実に起きていると私とってもね、まあ、嘆かわしいというか寂しいというか、でもこういった中でね、子供そして親が何クソっていうことで自分でやっぱり活路を見出してその夢をつかんだっていうことは、こういったねあの若者たちが将来国の守る最前線に立った時に本当に私は頼もしいっていうふうにやっぱり思うんですよ。もう平和平和と言ってね、あの額に9という数字をマジックで書いてたら大丈夫だと思っている人たちも中にいますから、まあ、それはそれでいいですよ。でも現実にどうなんだということなんですよね。まあ、だからこれ誰かが言った言葉ですけど、あの憲法9条であの戦争から逃れられるんだったら憲法に日本には台風が来ませんって書いたらいいと、はい、これ誰かが言った言葉ですね。じゃあこれで憲法改正ですね。憲法改正、日本には台風が来ませんと書いたらもう台風被害は一切なくなるということでございます。ありえない、はい、おそらく訴訟が始まるんでしょうね。そうでしょうね。台風お前は何来てんだと、憲法違反だと、台風が来たのは安倍政権のせいでとか、そういったなる可能性もないとは言えないと思います。さて、今日の本題ちょっとね、今日はあの大山さんに、まだ大山さん子供小さいですよね。そう、ですね、1歳7ヶ月、1歳7ヶ月と、はい、確かまだお腹の中に新しい命7ヶ月、はい、いや本当にあとじゃ3ヶ月ぐらいでまた新しいベイビー、そうですね、お会いできますね、はい、その時は胸を張って見せられる背中を作らんといけないなと私は思ってるんですけど、はい、私はそのまあ精一杯またねあのお手伝いをしようかと思ってるんですけど、まだあの PTA もなってない大山さんにちょっとこういう話をするのなんだなと思うんですけど、はい、沖縄の教育現場ではあのこういった人たちがなんと教育に取り入れられてるんですよね、はい、まあ、基地問題に笑いで立ち向かうお笑い米軍基地と、いやまあこれだけ見ると別にそんなに、別にそうなんですよね、はいはい、ところがこの方々以前こんなことやっちゃったんですよね。はい、実はこの本人たちのこの寸劇の中で、はい、天皇皇后両陛下をねあの卑下したコントをかました上に、なんとあの愛子内親王様、まあ、皆さんがよく愛子様と呼んでる、はい、内親王、はい、内親王様ですね、を、その内親王が、ちょうど学校に行けなくなっている非常に精神的に微妙な時期に、ね、はい、それを題材にしてですね、うん、笑い物の芸をしたんですよ、うんうん、でそれで非常に品質を買って、まあ、日本国内のいろんな方々から、まあ、かなり苦情が来ました、はい、で彼らこれであの CM とか打ち切られてですね、かなり痛手を負ったと思うんですけど、はい、もう全然懲りていない、謝罪すらやりませんこの人たちは、はい、そして彼らがやってる劇っていうのはこういったもんで、いやこれね、はい、天沢控えめさん、どうもニラチありがとうございます。このようにあの米兵を模したあのコントをやるんですよね、はい、前に全日空であの鼻つけ話してることが大問題になって CM が中止になったんですけど、この方々はこういった米兵を模した上につけ鼻をして
いかにも悪さをするアメリカ兵っていうようなコントをよくやっております。そしてこれこういった劇も学校の現場で、これねちょっと大山さん、私学校現場でやるようなもんではないと思うんですけど、これは学校でやってるんですか。こういった劇を学校で上映するんです。さあちょっと大山さん、火がついてきましたね。そうです、学校ですよね。学校ですよ、学校でやってるんですよ。そしてこうして子供たちはそれを見てゲラ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 と笑ってるわけです、いや多分面白いですから、ただ、面白いのは笑うのは、まあ生徒さんはその面白ければ笑うっていうのは、まあ、そうですよ、 あるとは思うものの、まあ、ちょっと内容は全部その見てないので何とも言えないですけど、ちょっとあの天皇皇后両陛下の部分とかについては、ちょっとあれはやっちゃいけない、はい、触れちゃいけない部分だと思います。そして今回ね、私がちょっと問題にしたいのはこれなんですよ。トン、はい、これはですよ、皆さんちょっと読んでもらえます。はいさーい、沖縄に来てくれた修学旅行生を対象にドッキドキ辺野古カヌー体験ツアーを計画中の三流芸人です。このツアーのキャッチフレーズは海上保安庁の船に捕まらずに幻のジュゴンを見ることができるかな、癒しの島でスリル満点の癒されない現実を体験しちゃおうっていうツアーと。コーツさんどうですかこれね。これがあの学校現場でゲイを見せてる方の言ってる言葉でございます。はい、でこのねカヌーの活動っていうのがこんなことなんですよ。トン、はい、私もこれ上空から見たことあります。上空ですね。上空からあの地元の漁師たちからはあのカルガモと呼ばれてバカにされています。はい、なんか紐でつながってるらしいですよ。はい、そして当然ながら今皆さんからコメントがありましたけど、実はこれ犯罪行為なんですよ。こうして超えちゃいけないフロートをみんなで超えちゃう、はい、これはちょっと問題ですね、はい、これあのアピールするとかですね、はい、あのまあ、その自分たちの精神にのっとってですね、違法ではないこう活動をするのは僕は全然 OK ですよね。あの、まあ、大山さんのおっしゃってることはあの和田参議院議員と同じこと、和田先生も同じこと言ってます、あの日本という国はあの思想信条の自由、表現の自由が保障されている、しかしそれはあくまでも順法の範囲内でやってほしいということを言っております。しかし彼らは順法どころじゃない、こうしてラインを超えてくるんですよ、はい、ラインを超えてきて解放と衝突をする、はいはい、で先ほど の,、ね、あのこの芸人のメッセージなんですけど、ここに書いてるように、はい、海上保安庁の船に捕まらずに幻のジュゴンが見ることをできるかなと。ということは海上保安庁の船に捕まるようなところに捕まるようなところに行こうと誘っています。そしてこの活動そのものがなんと公安調査庁の年次報告書に実は掲載をされております、はい、このカヌー隊の写真も載っていますけど、はい、いわゆる反社会的勢力だともう認定されてるんですよ、はい、それに修学旅行の子どもたち、はい、最高部田さんこれ新聞記事に載ったんですよこれ、はいはい、載ったんですよこれ。でつまりこういう反社会的活動に子どもたちを誘おうと言ってるんですけど、これどう思います？大山さん。まずですね、はい、まず先ほど言ったように反対活動については、はい、僕否定はしません、はい、それはそれぞれの信条があってやることですよ、問題ないです、うん、ただ違法行為、これはじゃあ反対だから正義なのか、じゃあこの人を殺すぞっていうふうになってしまって、いやこれはいいんだってなった場合は、うん、これはまさに革命ですよ、うん、まあそれがいいのかというと当然ダメですよね。そうですね、でもそういうような状況のところに、うん、まあ冒頭の方にも言ったんですけども、知らない無垢な子供を
据えていこうっていう発想がちょっと問題かなと。本当にこれが教育現場で、いや例えばですよ、まあ、ちょっとあそこの内容はわからないですけども、うん、まあまあまあ、天皇皇后両陛下のことに関してはどこでもやっちゃいけないと思いますけど、例えばその個人のイベントでやるんであれば、うん、ちょっとどうなのかなっていうところありつつも、ちょっとどうかな、まあ規制はできないかなっていうのがありますけど、例えばあれが学校でやるというのは、それは無垢な学生たちを、まあ、染めるっていうわけですけど、まあ、洗脳というか、いうのは正しい教育かというと、僕は正しい教育じゃないような気がする。あの同じ学校で、はい、そこで自衛隊万歳っていう劇をやるんであれば、まあ五分五分なのかもしれませんけど、五分ですね、まあ自衛隊がやるはずないですね、はいはい、まあ、だからあれを教育の現場でやること自体が、まあ、そもそものちょっと行き過ぎた偏りなのかなというふうには思いますね、まあ、実はこれはね、まあ、やっぱり大山さんがそういった教育問題にも将来私関わってくると思ってはっきり言いますけど、はい、沖縄ではいわゆる公立高校とかがですね、はい、なんと中核派のテントに子どもたちをいざなってそこで平和教育やってるんですよ。つまり中核派の活動家が教師として講師として子どもたちにその反基地運動、反政府の思想、信条、そういったのも自分たちの都合のいいようにやっぱ吹き込んで、で実際に私これ調査しましたけど、じゃあ両論併記してるかって一切やってないんです、うん、例えば基地の受け入れを表明している地元の方に話を聞いたかって聞いていない、じゃあ米軍サイドに広報官とかいますけど話聞きましたかって聞いていないと。つまりバスに3台に分乗をして3度に分けて中核派のテントに連れて行く。で中には本土から来た修学旅行生がバスで来るときあるんですけど、なんとこの子どもたちが、ね、いわゆる中核派のテントに連れてきた教師とそこの活動家に感化されてフェンスに物を結ぶ行為に及んだりするんですよ。これって犯罪です、ね、犯罪です。そう、その通り。大山さんよくご存知。だから器物損壊なんですかね。これはですね、刑特法、刑事特別法違反という立派な犯罪、それをね、生徒たちにこうリボンとか横断幕を祝いさせて後ろでニヤニヤ笑ってるのがこの中核派の活動家たちと連れてきた教師たちっていうので、こうなるともう教師の今日は教えるではなくて狂ってるっていうふうに私思うんですけど、やっぱ大山さん、こういった状況をね、大山さんが将来正す立場になった時にどのような形で解決していけると思いますか？その前ですね、まずですね、はい、実は僕は学校の先生、沖縄の学校の先生、結構友達もいるんですけども、ほうほうほう、全員はそうじゃないよっていうのをまずちょっと知ってほしい。いや、そうですよ。私の友人だって組合に入ってますけど、はい、組合に入らないといじめられるっていうんですよ、はい、仕事も教えてくれない、はい、ね、もう完全に村八分にされるからお金だけ払って組合活動は一切やらないという人もいますよ、はい、その中でも、うん、はい、やはり日本人の特質っていうんですかね、声が大きい人になんか流れてしまうっていうのはやっぱりある。俺なので、じゃあ大きい声を出す人がいいのかというと、そうではないと思うんですよね。そうするとやっぱりこの例えば、はい、沖縄県と先生とどっかの県の先生を大きくこう相互交流をするとかですね、やっぱりそういった面でこの沖縄県の先生はこういう、まあ、一部の先生ですね、一部ですね、一部の、うん、僕一部の先生はこういうことをやってますと、でそうじゃない人もちゃんといますとっていうような、まあ、先生の、まあ、平等とかですね、そういったところをやらないと、まさに自衛隊ごくつぶしと言われたように、教師ごくつぶしと言われても仕方ない先生がいるんじゃないかなと。そうですね、まあ、私はもともとの持論でですね、はい、自衛官とか警察官というのは、はい、まあ、海上保安官もですけど、公私にわたって政治活動一切禁止されて、ね、全くやらないですよ、はい、で現職の時には
あのどこの政党に入っているとも言わないし、どこを支持しているなんても一言も言わない、はい、日頃の任務に黙々とやっぱり励んでいるっていうのが彼らなんですけど、同じ公務員でも一般職、あの市役所の職員とか、あと国交路、あの国の出先機関の公務員の方々とか、あと教職員、あの仕事中にやってる人たちいますよ、私知ってますけど、学校の中でね、僕の福岡県の学校も実はそうだったんです、うん、後でなんかたまにですね、よくわからない自習の時間があった時は、今同級生、学校の同級生が同じところ、地元の周辺でやってるんですけども、うん、やっぱ一部の先生はそういったことをやって、いいですよね、その間は自習とか他の先生が、うん、その媚びを行うと言ったようなことがあるそうです、まあ、あのまあ証拠はないのであるそうですしか言いませんけども、うん、あれもありましたね、あのそういった活動に、まあ、実際の担当の教諭が行ってですね、政治活動をする、その代わりにあの臨時の教師にお前やっとけっていうことで回されるって話も私聞いたことありますよ。で何よりも組合に入らないといじめに遭うっていうのが、まあ、これは一番の理由らしいんですけど、結局毎月5000円ほどの組合費をね払うだけで、まあ、そういった政治活動にはもう参加しない、一言も組合活動に口走を突っ込まない、つまりもう商売代、金を出してるだけの人たちって結構いるんですよね、まあ、そういった人たちをどうやっぱりあの組織化して声を出せるようにしていくかっていうことも今後やっぱり大事になりますし、私はあのとにかくこの税金で、ね、給料をいただいている方々、公務員と呼ばれる方々はですよ、あの一切公私にわたって一切政治活動禁止だっていうことをね、私はやりたい、うん、それとね、まあのまあ、そうです那覇市になると、まあ、那覇だと、まあ、私立っていうと、まあ、小学校中学校、うん、ちょうど沖競争、はい、小中はあの沖縄県教職員組合が担当するんですよ、沖競争で、県立高校になると高競争って組織が分かれちゃうんですけど、まあ、この沖競争も本当にひどいもんでですね、そうですよ、子どもたちにあの学校で反オスプレイの歌を、ね、歌わせたっていうことを私自分の弟から、まあ、聞いてちょっとびっくりしましたし、嘉手納町の小学校では、はい、小学校でですよ、はい、担任の教諭が生徒一人一人に反オスプレイ集会のチラシを持たせて、お父さんお母さんに必ず参加するように言ってねって念押ししながら手渡した。これどう思いますか？これアウト。アウト。アウトです。アウトです。アウトです。私が政治家だったら徹底的にこれ追及しますよ。はい、もうやりますよ。言いたい放題。こんなの見逃しておけるかですよ。あと高校ではですね、なんとこの試験回復の日の授業で、なんとそれは試験回復ではなくて天皇メッセージによって沖縄が切り離された屈辱の日だっていうパンフレットを子どもたちに副教材として配ろうとして私たちで止められたんです。私たちこれ配布する1日前に止めましたよ、ギリギリのところでね。あのやっぱり憂えてるまともな先生がいるんですよ。そういった先生から資料が回ってきて、あの帝都高校さんこんなのを配ろうとしたらどうにかできませんかっていうことで見たら不適切、うん、で私県教育長に乗り込んで、その学校教育課の課長あたりともう談判ですよ、これが適切だと言えるのかっていうガチガチやったら、さすがにこれはまずいっていうことになって、配布しないようにという通達が出しましたけど、つまりやっぱりあの民間もですね、政治家もやっぱり教育に無関心になってはならない。そうですね、うん、だから特に私これから政治家を目指す方に言いたいのは、やっぱり国のね根幹というのはやっぱり教育なんですよ、確かに防衛外交そして経済あの雇用子育て大切です、でもねやはり国家100年の計は教育なりですから、そうですね、やっぱり次の世代を作ってくれる頃を継続的に、だからやっぱりね政治家ってのはもっと教育に
ね、興味持つべきだと大山さん思わないですか。そうですね、はい、まあ、その特にですね、歴史の問題なんですけど、うん、まあ、私の頃はあのまだいい国作ろうか、まあ、これはバックの頃だったんですけど、お、はいはい、あの戦国とかですね、はい、あの室町とかはなんかすごいやるんですけど、三学期になって、はい、明治からなんかバーッとこう終わってしまうようなイメージがあったの で、ね、近代史あんまりやらないですよ、ね、やらないんですよね。戦国時代のことは延々とやりますけど、あの近代史のことこんだけにあってさらっと流して終わり。皆さんなんかどうなんですかね、そういう感じなんですかね、うん、僕はもう本当に明治維新から、今日までが、はい、2日で終わったぐらいの本当のそういうような勢いで、ほうほうほう、もう年号と何て言うんですかね、項目を、うん、っていうような感じで、なぜこの大東亜戦争、ああ、うん、まあ、その中の例えば一部太平洋戦争でも始まったのかとかいうんじゃなくて、その自称ここで真珠湾攻撃が始まりましたと、うん、でもなんで始まったのかとかいうのがあんまりなんか大人になってから勉強したかなっていう気はしますね。そうですね、私逆に戦国時代のことあんまり好きじゃなくて近代史勉強したものですから、うん、まあ、こういうふうに詳しくなっちゃったんですけど、まあでも皆さん、大山さん今大東亜戦争という言葉を使いましたね。いやもうこれで彼の立ち位置とかその歴史認識というの十分も分かると思いますけど、いや本当に今時こういう若者がですよ、36歳ですよ皆さん、36歳の若者が大東亜戦争、いやこれ素晴らしい、私からすると。でまだまだお子さんたち小さいんだけど、まあ、こういったきちんとしたやっぱり歴史認識、そしてあの子どもたちへの教育っていうところに、まあ、いろいろ興味を持って当たってもらえれば、まあ、自分の子どもたちのこともね、またあのこの町やこの県に住む、この国に住む子どもたちのこともやっぱりいい方向に私導いていくんじゃないかなと思ってるんですけど、まあでも本当に大山さん、この前私とね防災の話をやったんですけど、今日はテーマも教育っていうことでガチガチやってますけど、まあ大山さんがだったらそうですね、今のこの子どもたちの教育、まあ私はっきり言って PTA だったから、はい、とにかく学校に足を運んで先生たちをずっとこうして見てましたから、はい、こういう感じでね、変なことやったら許さんぞっていう感じで見てたんですけど、はい、大山さんはやっぱりどういうふうにやっぱり将来的にやっていきたいですか、教育についてはですね、これ今やってるか、僕教育はちょっとあの専門外なので勉強中なんですけど、はい、先生の学力テストをやってみたいですね。おー面白い、先生の学力テストいいですね。これで先生の色のつき具合がよく分かったりしてね、例えば辺野古に今度建設される滑走路は、新基地かそれとも既存の滑走路の移設かっていうところに二者択一とかね新基地に丸つけたら完全にもうアウトじゃないですか。はい、いやこれは面白い、今のいいアイデアですね。まあ、そうするとまた思想チェックだとか言って大騒ぎしそうですけどね。まあ、でもどっちでも、ですね、やっぱ先生も勉強していかないと、だからそのどっかの先生が逆算の歴史って言って、うん、今のこの、平成があるのは昭和に何があったんだ、うん、でこの例えばじゃあ終戦があった、じゃあ終戦前なんで戦争したんだ、戦争を始めた理由は何なんだ、うん、で戦争を始めた理由はなんで分かって、そのなんで、理由はじゃあ次は明治地震があって、なんで明治地震が起きたんだって、こう逆説で勉強していくとなんかとっても面白いというふうに、いや、いいですね、まあ、聞いたことがありますね。はい、まあ、でも皆さんあの今日もたくさんメッセージいただいております。まあ、でもねあの大山さんまだ子供も小さいですから、はい、特に、まあ、お子さんがいる方々はぜひねこの前途ある若き若者に、まあ、教育についてまたいろいろ教えてもらえると私も嬉しいなと思います。まあ、自分は13年間まあ PTA 活動をして、まあ、学校のいいところ悪いところ全部見てきました。でもその中でやはり、子どもたち の、ね、あの夢や子どもたちの未来より思想心情をやはり大事にする先生がいるのも事実でございます。今後そういった先生方をどのようにやはり教育現場から排除していくか、そして本当に子どもたちのために頑張っている例えば、非正規の先生たちを、
きちんとした正規に引き上げていくようなシステムを作っていくか、まあ、そういったことをできるのはやはり私は政治の責務だとやっぱ思ってますんで ね、 そうですね、まあ、今後やっぱり大山さんともいろいろ勉強会を重ねながら、はい、本当最善の策を考えていきたいと思います。で、大山さんこうしてキャスで来てる方々、はい、今日も175名来てるんですよ。ありがとうございます、はい、もう皆さんが私のブレーンなんですよ、はい、私の分からないところはすぐ調べて乗っけてくれますし、素晴らしい、はい、で今大山さんのアイデアいいねっていうことですぐ話出てたんですよ、はい、まあ、このようにやっぱりこれからはですね、大山さん情報発信、こういった双方向での情報発信ということを今後やっぱりどんどん活用しながら、はい、多くの人たちの考えをですね取り入れて、そして本当にベストに近いやっぱりプランをね、はい、立てていくっていうのは私はこれ必要かなというふうに思っています。はい、逆にこうこれ違うよっていう方針ですね。逆に、はい、いやこれも本当にそう、今トモさんがテレビだけでダメですと、はい、これはテレビと違ってもうリアルタイムに見てる方々の意見がゴツンときますので、そうですね、こんな面白いもんないんです。だから私1年間もずっと続いてますんで、はい、自衛官逃げも隠れもしませんので、あ、素晴らしいですね、はい、大山さん逃げも隠れもしないということですので、またキンキン出ていただいて、次はまた新たなテーマでガツガツいきますんで、皆さん手厳しいコメントでも OK ですよ。はい、はい、まあこういうね若いんですけど芯のある若者、ぜひ私将来的に人材として育てたいと思ってますんで、皆さんもね本当に人を育てるっていう点でお褒めの言葉だけではなく、やはり手厳しい言葉もぜひ大山さんに、はい、僕を育てると思って、はい、はいはい、ビシビシ、はい、ビシビシとやっていただきたいと思います。皆様が僕の先生でございます。先生、今日は177名の先生がいますけども、はい、よろしくお願いします。しかしコメントもね約50分で1000件余り来ております。本当に皆さんありがとうございます。ありがとうございます。今日はまた10時から、シェリーさんの拉致奪還キャスの方が、始まりますんで、ワンノームやこれに、あ、ワンノームじゃないです、ボギーチャンネルですよ、はい、ワンノームラジオでして、はい、ボギーチャンネルこうやって終了させていただきます。苦言ですが、自衛隊出身の方はトークを磨いてください。高高さんが早速来てますね。はい、厳しいコメントありがとうございます。はい、私もできる限り指導はしていきたいと思っております。はい、まあこんなにペラペラ喋るのはあんまりいないと思うんですけどね、今日も原稿何も持ってますから、はい、ということで今夜のボギーチャンネルこうやって終了します。ぜひ皆さん、次は10時からのシェリーさんの拉致奪還キャスの方にお越しください。どうぞよろしくお願いします。大山さんどうも今日は、最後までありがとうございました。ありがとうございました。次回また別のテーマで語り明かしたいと思います。はい、では皆さん失礼いたします。